おお、ようやく来たか。待ちわびたぞ。今まさに同若大の竣工式が始まるところよ。で、最後の一人はどうした？何？誰一人連れてこられなかっただと？貴様、何のために各地を回っていたのだ。情けないやつめ。モトクよ、どうする？もはや人選にこだわっておれんか。やむを得ん。かくなる上は最後の一人をわしの護衛兵で間に合わせるとするか。モトク、それはあまりに適当すぎんか。なるほど、メンツが足りぬか。ならばこの左源法がお相手しよう。貴様、いつからそこにいた？何者だ。いや、この際何者でも構わぬ。貴様、麻雀は打てるのであろうな。小生、一晩で10回倍満を上がったことがあるもの。麻雀の腕には多少覚えがあると言えような。倍満が10回だと？地味なようで相当の手だれか。おい、モータク、こいつでいいな？よかろう、勝負よ。この同弱台で打つにふさわしい絢爛たる勝負をしようぞ。時代開く力、この卓上にて小生に示したまえ。ここができたなら、あとは一気かせよ。チーポン。あれこれ考えても始まるんか。ならばリーチは。リーチ。そろそろ手の内をまとめにかかるとしよう。ポン。チ。リーチ。はいとともに時代の流れを曲げにかかる。願わくはこのリーチにて乱世が終わらんこと。リーチ。貴様、この俺から逃げ切れるとでも思っていたか。リーチ。
追いつかれたか。されどそなたに上がりは譲れぬよ。セムラ、簡単すぎてあくびが出るわ。なるほど、早々と揃うならば牽制リーチもよかろう。リーチすん。時勢が小生に味方しておっただけのこと。今この灰を泣けば俺の手にも勢いがつこう。この戦の流れを読み切っての食い仕掛けか。これで上がれるのならばそれもまた時代の流れよ。リーチ、志の低い上がりに振ってしまうか。不愉快な。張り合いのない戦にだけはしてくれるなよ。やれやれ、そなたにリーチをかけられようとは。ズモ、この曲は序盤から泣いて攻めることだし。そなたのリーチ、この乱世に何を問うものかね。
今この灰を泣けば俺の手にも勢いがつこう。小生にはそなたのその泣きの理が見えぬ。小生の泣きはこの曲の流れの理にかなうこと。貴様の度量ではもはや泣くことを我慢できんか。手が整ったのだ。チッ。貴様ら、天敗程度でいい気になるな。どれ、ここは一つ晒してみるとしようかね。ポン。ポン。攻めの好機、見逃す俺ではないぞ。黙って待てんのが貴様の精進たるゆえんよ。あれもこれもと泣き散らかすか。騒がしいやつよ。この振り込みが対局を定めねばよいが。好機は人を待たぬ。人が好機をつかみに行くのだ。リーチ。リーチ。この層猛徳と並び立ったなどと意気がるか。この曲をしのげば俺がトップか。楽な戦よ。攻めの好機、見逃す俺ではないぞ。ポン。わしを誘うか。よかろう、乗ってやるわ。そろそろ仕掛けてくるのかね。わ
わしのこの手、さらに強大な布陣としよう。カン！リーチ！この局を制するつもりか。そうはさせんぞ。この攻撃で戦に決着をつける。全軍進め！リーチ！リーチ！わざわざわしにやられるために出てきよったか。ほう、貴様なかなかにいい武を持っているな。